モンティレイ・コールメスは、フランス、グランテスト地域圏、モゼル圏の都市。モゼル川とその支流西湯川に描かれたモンティレイ・コールメスは、メスの西にあり、北部をジュイオーザルシュ運河が横切る。モンティレイ・コールメスは、コミューン全体がほぼ都市化されている。人口密度もメスより高い。モンティニートは、二つのラテン語から成立したと考えられる。 マンズとは山を意味する。イグニスとは火を意味する。したがって、ガリア人は、火の山と呼んでいた。モンティレイコールメスの文明化を示す最古の痕跡は、旧石器時代に遡る。一万年前、東から来た、ルローの最終民族が暮らしていた。1882年、紀元前二十万年頃のものとされる、磨かれた石器と宝石がモゼル川の川床から、見つかった。 モンティレイコールメスは長くメス地方に依存し、フランス革命までメス主教の支配下にあった。モンティニーを管理していたのはバリズ領主であった。テンプル騎士団もモンティニーに領地を持っていた。領主権は15世紀にメスの運営が、18世紀にはサンタントアーヌドパドゥ修道院が持っていた。1552年、メスがフランス王国に並行され、モンティニーは トロワエベシュの一部となった。19世紀半ば、コミューンは、成長を始め、農家の占めた、モンティニーは大都市メスの郊外となった。モゼル県の他のコミューンと同様に、モンティニーは1871年から1918年まで、ドイツ帝国支配下にあった。19世紀のモンティニーは、重要な軍の駐屯地だった。プロテスタント教会や、 サンジョゼフ教会のような多くの建物はビルヘルム一世時代に建てられている。1915年から1918年までドイツ語でモンテ人間と呼ばれた。1940年から1944年までナチスドイツに占領された。ドイツ占領時代、モンティニーはモンテニフィ解明されていた。メスの戦いの後の1944年11月19日。 ジョージ・パットン指揮下の第5、2016年時点のコミューン人口は2万1627人で、2011年時点の人口より2.88%減少した。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに住所登録をする者の,の重複分を除いたもの。それ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの。 1999年まで、イヘス、カシニー、2006年以降、INSEE ハットモンセイント・クエンティン1944から1945、レザネ・リベルテ、レレッポ・ブリカーン・レイン、1994、ポピュレーション・ムーニサポレイ・レイガー・レイ・エヌ・ビガー・ AU、1ER ・ジャンビエ2019、ミレシミ2016、 ディフィニーダンレリミットテリトリアルズ e n v i n a u 1 e r j a n b a 2 0 1 8デートでレフレンススタタスティック 1ERJANBA2016http コロンスラッシュスラッシュ CASSINI.ehss.fr e スラッシュ CASSINI スラッシュ fr スラッシュ html スラッシュフィーシュと php セレクト リザルトットイコール 23556https コロンスラッシュスラッシュ w w w i n、e、s e e f r スラッシュ fr スラッシュ statistiques スラッシュ 3293086? ジオイコールコムマイナス 57480http コロンスラッシュスラッシュ w w w i n s e e f r ありがとうございます。